まずはアマチュア横山すずなです。馬場さん、この距離感ですよね。そうですね、本当にこのパット、はい、はい、よく入りました。湧きましたよね。さらには6番の上田桃子です。では手前からしっかり寄せてきたスーパーショットでした。序盤は崩しましたが脇本、その後立て直して10番のパー5です。この距離感非常に良かったですね。はい、さらには12番ホールの鶴岡カレン。左傾斜があって対しての左ピンに、そうですね、15番ホールの森田遥。このパッティングもスーッと伸びて見事でした。いや、この佐藤のアプローチですね。ね、今日ね、なかなか自分のゴルフが報われない中、はい、この一打嬉しいですね。そして16番の地元北海道出身ルーキーの正田夢乃です。この一打ですね。まあ、正田もねパッティングは本当にいいですからね、はい、初優勝が楽しみです。そしてニトリ所属の長峰咲、最後この18番です。見事バーディーで締めくくりました。